それでは原監督に伺います、まずはチの鮮やかな一発でした、えー、ね素晴らしい当たりで、やっぱりチのぐらいしかねあのしか打てないような打球でしたね。あの春月苦しみましたけども、も監督から見て、どの点が良くなってきましたか <laughs> まだまだね戦ってると思いますよ、まあ、しかし、えー、今日はもう彼の長所の部分がね。えー まあ逆方向というかセンターからねあの辺に強い打球というのはやっぱり彼の特徴ですねそして7回には両外国人に阿部高橋切り札を切りましたねそ,そうですねあの、まあ、やっぱり、えーまあ、最善策であろうという中で、えー、彼らを、まあ、ピンチッターで送ったということですね あの2試合連続でスタメン外れたことでちょっと阿部のことをファンの方も心配していると思うんですけれどもいかが、うんねまあ、今日に関してはスターティングメンバーで出る状況ではなかったというね明日、まあ、になればこれはまた分かりませんけれども、まあ今日はチーム最前の傭、えー、平はキャッチャーをますであったというところですねそして先発、杉内久々の勝利投手になりました。 え、そうですね。まあ、もう一人、えー、まあ、本人も今ちょっと話をしたらやっぱりもう一人ね、あそこで、えー、抑えたかったと申し訳ないというのをね、えー、言ってくれましたけれども、まあしかし,、えー、久,し久しぶりにね勝ち星もつきましたしね、良、えー、かったと思います。はい、原監督でした。ありがとうございました。